はい、皆さんこんばんは。うちの天井裏に住み着いてる猫は嫌いだけど、猫系な顔をした女性は大好きなラチオアジでございます。今日は劇団ドブストライクの16歳の女の子、加古未来ちゃんをゲストに迎えてお送りします。すごく僕のタイプなんでドキドキしてるんだよね。じゃあ早速スカイプの方で加古未来ちゃんを呼び出してみましょうか。メグソウィンさんの時のようにドタキャンせずに出てくださいね。未来ちゃん、未来ちゃん聞こえますか、聞こえてますか。あ、はい、はじめまして。あ、どうもはじめまして。ラチオヤジです。やっぱ可愛いね。切に僕のものタイプです。可愛すぎるよね。いや、そんなことないですよ。いやいや、ほんと可愛いですよ。あの、僕ブス戦なんだけどね。いや、全然らしくないんですけど。あ、未来ちゃんって趣味とかコレクションは終わりですか。あ、猫が好きなので猫グッズを集めてます。へえ、猫ちゃん飼ってるんだ。あ、はい。実家の方で。あ、実家の方で飼ってます。実家の猫ちゃんって今おいくつですか。あ、10歳になります。へえ、じゃああと2、3年だよね。猫ちゃんあと2、3年で死んじゃうんだよね。猫の平均寿命なんてたかだか十数年ですからね。はい。近々ぽっくり死んじゃいますよ。はい、死んじゃいます。失礼、すごく不愉快なんですけど。怒りました。その怒った顔も超かわいい。僕相当なブス戦なんだけどね、かわいいです。クソヤジが猫に噛み殺されればいいのに。あれ、未来ちゃん、未来ちゃん聞こえてますか。あれ、なんか回線状況が悪いみたいで突然切れちゃったみたいですね。はい、ということでとっても素敵な未来ちゃんでした。じゃあここで未来ちゃんも出演する劇団ドブストライクの舞台濡れ T シャツ、くっきりと浮かび上がるほどの人間性、8月11日日曜日新宿にて18時半から行われるみたいなので、ぜひ皆さん面白いと思うんで見に行ってあげてください。僕は人混み嫌いだから招待されても絶対こういうのは見に行かないんだけどね。はい、ではまた次回。クソヤジが猫に噛み殺されればいい。気持ちが悪い。作演出兵士だったか。劇団ドブストライク第2回公演、濡れ T シャツ、くっきりと浮かび上がるほどの人間性、チケット発売中。詳しくはツイッターもしくはブログにて。あれ、あ、大城さん、ちょっとまた起きてなったんじゃないの。ちょ、恋してるの。あれ、あ、大城さん恋してない。恋してきた。付き合いしてきたでしょ。どれぐらいしたの。恋する女は顎しゃぶれるって言うもんね。できたの。